このね、自然のね、聞いてください、この自然の小鳥のさえずりを。聞こえてるかな、お届けできてるかな。聞こえてるよね。ごめんね、気づかない。今気づいた、おっそ。今日はですね、はい、ちょっと気分を変えて、お外に出てみました、うん、はい、まだね、梅雨の真っ只中なんだけど、ところどころ晴れ間が見えるのが気持ちがいいね。そうなのよ、湿気がすごいけどね。うん、湿気がすごい、ムシムシしてる、はい、今回ですね、はい、ここで、まあ、ちょっとお話ししたいことがいくつかあって、うん、まあ、来たわけなんだけど、うん、まあ、先日からですね、あのワークマンプラスの動画もあの嫁さんと一緒に撮ったりしたわけなんですけど、はい、嫁さんがですね、ちょこちょこ出てくるなと思ってる方もいるかもわかんないんですけど、うん、最近ね、なんかよく出だしてるなってね、なんか変なのが出てきたなってね思ってる方もいると思うんですけど、うん、実はですね、嫁さんがあの本格参入します。はい、はい、そうなんです、はい、今回ですね、私もカズと一緒に、カズがやってる YouTube チャンネルに出ることになったんですけど、そのまあいきさつがですね、ああ、まあ、自分もずっと、まあ、カズのこの活動を見てて、うん、まあ、ようやってるなってすっごく思ってたんですね、うんうんうん、登録してくださってる皆さんには本当ありがたいと思うんですけど、うん、本当ありがたいです。そう、あの伸び悩むというか、まあ、今でもまあその伸び悩んでるんですけど、うん、やっぱりなかなかこううまくいかないっていう中でも、なんていうの、こうやり続けてるっていう、継続し続けてるっていう姿を隣で見てて、うん、なんか少しでも夫婦としてあの力になれればと思って、一緒にしていこうかなと思ったのが一つと、うん、でもう一つが、私たち、まあ、結婚したのが早くて、うん、今も子供たちがもう中学生と高校生なんですけど、うん、2人子供がいるんですけど、まあ、最近もうだいぶ子離れっていうのかな、そうそう、ね、してきて、どこ行くって言っても、行かないとか、どこ行こうって言っても、行ってくればとか、そうそう、ね、いうことが多くなって、うん、寂しいのね、まあ、そうそう、寂しいのね、寂しいのそう、でも寂しいんですよ、やっぱりね、子供たち今まではずっと一緒に行ってたのが、もう今ほとんど行かなくなったし、うん、まあ、子供、子育てが一旦落ち着いた第二の人生に近いものがあるのかな、うん、そうだね、のその楽しみ方っていうのを今ちょっとね、うん、手探りで探してる感じ、そうそうそう、でその中で、まあ、僕が YouTube 活動を続けてて、うん、ちょっと嫁さんが興味を示して、うん、まあ、楽しそうだなっていう感じで、うん、一緒にやってみようそうっていうのが、まあ、今回のこの始まり、ね、うんうん、みたいな感じかな。そうですそうです。で今後の活動としては、うん、今までは DIY とかっていうのが多かったんですけど、うん、私が参戦したっていうことで、うん、アウトドアにも挑戦していこうかっていうことになっていて、そう、はい、でさっきですね、実はキャンプ用具をね、そうそうそう、そう買いに行ってきたんですよ。なんですよ、はい、でちょっとずつなんですけど、全くあのないので今、うん、ない状態からのスタートなので、ちょっとずつ、うん、そう、ちょっとずつ揃えていく感じにはなるんですけど、うん、できれば家族でキャンプとか、やっぱ子供たちにもそういう今災害とかねあったりする中で、
そういう知識ってあった方がいいと思うから、うん、まあ、連れて行きたいんだけど、うん、まあ、子供たちがそこがもうついてくるかついてこないか分かんなくて、うん、きっと多分夫婦でキャンプっていうのが多くなると思うんですけど、うん、ここでまあちょっとずつテントとかも揃えながら、うん、ね、おしゃれな感じで楽しい感じで、ね、そうそうそう、やっていきたいね、うん、っていうのが、そうだ、今ね、僕らが見てるのがビート内藤さんを見てんだけど、そう、もうね、おしゃれの怪物だよね。めっちゃおしゃれ。めっちゃおしゃれ。そう。この僕たちの雰囲気を楽しんでくれる人に向けて発信していきたい。はい、です、うん。本当にそう。そうそう。40代目前なんだけど、うん、まあ、こうやってね、いろんなことをやりながら年を重ねていくんだけど、うん、そのね、過程をね、うん、チャンネルを通じて皆さんにお届けして、はい、また共感してもらえたら嬉しいなと思ってます。うんですね、うん、だから子育てが早かった分、うん、結婚が早くて子供が早くね、手離れした分、うん、まあ、今若いんだけど、うん、この若さでねフリーになったっていうのはね、うん、また何か一つのね早く子育てが終わったご褒美かなとも思ってるから、うん、そこら辺をねうまくこう使って、はい、今後の残りの人生を楽しみたいって思ってます、はい、本当にです。人生をね謳歌するってよく言うけど、うん、本当に僕たちは今からかなと思ってる、うん、いろいろ話するね最近特に、うん、やっぱり今後の今までは子供中心のでしかなかったからなんだけど、うん、やっぱこうやってどんどん離れていくっていうのを、ま、身近にというか感じていくと、うん、やっぱり夫婦での生活になっていくわけだから、うんうん、それをどううまくしていくかっていうのは大事かな。はい、僕の場合で言うと、うん、タバコ吸わないし、うん、お酒飲まないしギャンブル一切しないし、うん、もう楽しみがね YouTube しかない周りの人に何て言われる？何のために生きてるのって言われる何が楽しくて生きてるのって言われるなのよ ね、 ね、ほんとそうなの、うん、まあ、私としてはすごい助かるんですけど、そうだから僕の楽しみは YouTube YouTube でみんなの反応が楽しみ、うん、でも動画を通じて思うのはやっぱりね、みんなね、標準語で話すじゃん。そう、鹿児島弁で話すのがどうかなと思って、うん、まあ、鹿児島弁でいいかね、うん、標準語で言った方がいいかちょっとこう悩んでんだけど、まあ、今まだ悩んでる、ね、そう悩んでるんだけど標準語がね、そう、まあ、話せないんですよ、うん、もう知らないもんね、うん、標準なんて、鹿児島の人が話す標準語は辛いも標準語っていうから、ね、そう、よりももう普通に喋ってなると、その、なんていうの、意識して標準語を喋ろうとすると、食べでさえ言葉が出てこないのに、うん、もっと出てこなくなるの。うん、ね、そうそう、そっちに意識がいくからさ。あ、そう？そうだよね。っていうレベル。まあでも東京にしばらくいたんだよ。え？昔。しばらくって何、どんぐらい、何日でしょ、修学旅行でそんな人いっぱいいるわということで、はい、今後の夫婦としての活動についてちょっとお話しさせていただきました、うん、今後とも夫婦で仲良く楽しい夫婦模様を、うん、取っていけるように頑張っていきますので、うん、はい、ぜひ応援してくださればありがたいです、はい、今回の動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録もお願いします、うん、それではまた次回の動画で会いましょう、はい、バイバーイ、はい、バイバイ何そのバイバイバイビートさん、それビートさんビートさん憧れる、うん、かっこいいもん、かっこいい、うん、はい